日本人に比べると、あの議論をするのが当たり前の状況で育っているので、別にその頑固でやるとかじゃなくて、これってこうしてくださいって言ったら、なんでとか、あのこっちのが良くないとか、割とその言うのが当たり前だし、それが良いことだと思っているのが、割と日本人よりはフランス人に多いです。ののでその こうしてくださいって言ったときにもっといいものを提案した方がより良くなるよねっていうふうに割とフランス人は考えがちなんですよ。でも日本人の場合って言われたものを言われたものをやった方がいいよね。なんかこれってちょっと変えた方がいいよねと思ってもなんか別に自分のその役職でもないしそのなんか経験を持ってる管理職の人が言ってるんだからそれはそのまま従った方がいいよねっていうふうに割と思う人が日本は多いっていうだけで別に頑固というわけではない部分があると思うんですけど。 めめちゃめちゃゃ頑固な人はいますあの自分の間違いを一切認めないみたいな、であの口論は得意だからあの、自分の間違いを一切認めず、あのずっと喋り続けるみたいな人もいたりするので、なのであの、頑固な割合も多少高いと思いますけど、ただ、その頑固ではなくて、その議論が得意というか、議論をしたがるという人も、その頑固に含まれちゃうと、ちょっと悪いなとは思います。 まあでもアメリカ人もそういう人多いですけどね。けど、例えばあの、フランスで、えっ、ー、と、リブレアっていう定期預金があるんですけど、えっと、固定金利で確か2%かな。なので、えっとね、上限400万円ぐらいなんですけど、あの、その400万円まであの2%の利回りが固定でもらえるんですよ。預金ですよ。あの、株とかじゃなくて。 で日本の場合って、その下がるかもしれない株式取引とかして、で,でもせいぜい配当をもらって2%とかなんですよ。なのですけど、その定期預金的なやつで2%とか、まあ、他のやつでも1.5%とかって割とあるんですよ。で、それがなぜ成立するかっていうと、この金を企業にあげとくと、もっと儲けてくれるからなんですよ。であの 日本で昔、ソシャゲーがバブルだった頃に、IT 系のソシャゲーの会社とかが、利益率15%とか20%とか出して、めちゃめちゃ儲かるじゃんっていうので、IT 系ボロ儲けって言ってたんですけど、LVMH、ルイ・ビトンモ・エヘーヘネシーという会社が、ブランドいっぱいやってるんですけど、だいたい利益率が毎年15%とか20%なんですよ。 咀嚼業界がたまたま数年儲かったよねって言って大騒ぎしてるものが毎年出してるんですよ、利益を。っていうのがあるので、なので小金があったら、もう LVMH 突っ込めばいいじゃんっていうのになってで、それでちゃんとリターンがあるっていう状況になっちゃってるので、なのでそのやっぱり利益率が高い社会なんですよね。っていうのがあるので、その日本って何投資したらか儲かるか分かんないじゃないですか。 えっと、前にあの、例え話で言ったんですけど、えっと、1000万円貸します。で、10年後に1000万円で返してください。で、ただし、1円でも足りなかったら、両手切り落とします。って言った場合、1000万円借りますかこれアンケートで書いてみよう